おはよう、アーニャちゃん。おはよいます、ベッキー。昨日のバーリントラブ見た？アーニャドラマよりアニメ派。アーニャちゃんってまだまだ子供よね。愛があればね、空だって飛べちゃうのよ。嘘つき。はっ、次男。ボンドの魅力が次男に伝わらず、仲良し作戦に失敗したアーニャ。アーニャの戦いはこれからも続く。ご視聴あざざました。てなわけで、アーニャ今日秘密兵器持ってきた。お、なんだこのでけえ犬は。うちの犬とどっちが強いか勝負だ。こないだは無視してごめん。アーニャんちのかっこいい犬さんが写った写真落としてしまった。いや、そうなんですよね。なに、この超絶かっこいい男の人は、もしかしてアーニャちゃんのお父さん？父は母と結婚してる。ねえ、この写真ちょうだい。今日の課題はここにある材料を使って立体物を作ること。お題は動物とする。楽しそうな授業だぜ。何作る？それはガキのお遊びだな。ちょっくら本気出してやるか。てめえら同じ班になっても足引っ張んなよ。てめえマジで邪魔だけはするなよ。触れろって言ったじゃん。かっこいいボンド作って次男にアピールする。